連盟挙合同、無双時気伝営新流、教師7段。はじめ新館空手道半士8段、浮木塾総本部、道場はじめ新館館長。沖縄古伝空手に関する著書多数。1967年に宮崎大学入学と同時に空手を始める。宮崎県代表選手として、全日本空手道連盟の全国大会に出場。当時、 最年少での出場であった。卒業後、大阪に移り、1973年より、ザハニ基地から直接指導を受け始める。それまでの競技空手に疑問を感じ、沖縄古伝空手に傾注する。1986年、湯村電気技術研究所、所長。1991年同社にて、常務取締役。1993年から、期間、ニュースに、 武道論の発表を開始する。1996年より東京電工。1997年より加賀コンポーネントの代表取締役に就任。2000年2月池袋コミュニティカレッジにて初の公開演舞を行う。以後、フルコンタクトカラテや各種スポーツ選手への指導を開始する。2004年より有形実践塾を主催し、 また2007年より、浮動塾を主催する。浮きがザハに基地師範と出会った時、当時60代であったザハは20代の浮きの攻撃をすべて封じ、年齢によって衰えない古典空手の力を見せつけた。この出会いから浮きはザハに支持することになり、空手のスタイルもスポーツ空手から古典空手へとシフトする。50歳前後から、 古典空手の術理を体現する達人として、なお知られ始める。シュートボクシングの元世界王者、吉高博也、や、極真空手の元王者、和美はじめ、同じく極真空手の岩崎達也は、浮きと組手を行うと先手を取られ攻撃を封殺される状態になるといい、その技に浸水して、弟子入りしている。他に、現役の K1 選手や、アジア大会から手競技金メダリストをも、 自由組手で圧倒するという。2003年にはテレビ番組探検ホムンクルスにメインのゲストとして出演。ボクシング元世界王者、竹原真治の至近距離からのパンチを無効化する大学アメフト部員のタックルを約一歩の交代で受け止める大人と子供ほど体格の異なるボディービルダーに対し空中腕相撲で圧勝するなどのパフォーマンスを見せた。浮きは 武術から手の方を通じて得た体の正しい使い方を他の分野に応用していく活動を実践していたが、それは現在では武術の究極、気を用いての指導へと発展している。スポーツ分野においては、野球、ラグビー、アメフトゴルフ、水泳などの選手に指導を行っている。また、頭で考えるのではなく、体で考えること、裏切らない体を作ることの重要性を主張し、 身体能や武術の根源、気を仕事や家庭など日常生活で活かすことを自身の主催する起動塾などで得く。武術における攻防においては頭で考えてから動作をしては間に合わない。攻防の中では相手に左右されず技が自由に出るレベルまでレベルを高めなければならない。そのようなレベルになるためには心と技と体が一つになった状態。 統一体を作り出す必要がある。統一体になった人間は持てる潜在能力を最大限に発揮することができる。統一体を最も効率良い動作に導くものが身体能であり、身体能の開発は型の修練によって可能であるとウッキは言う。型の稽古は体を通した新たなる認識を生み出し、動きを高次元化していく。認識には以下のようなものがある。 型を繰り返すことによって技は無意識された動きまで高まり、超ハイスピードの情報処理と高度な対応が可能になる。型は誰がやっても同一になるべき普遍のものであるが、それを習得することで各人がそれを応用し、独自の術技を生み出すことができるようになる。基本となるものが確立していてこそ高度な応用が可能になる。これを自分の形を作るという。 組手や試合では、型の動きがそのまま使えるわけではない。型を実際に使うためには技を型の中から引き出して、自分の形を作り、外形と内型の統合を図る必要がある。浮きは武術稽古の絶対条件として、以下の7つを挙げている。浮きは力と力でぶつかり合うのではなく、力を衝突させずに相手を制することを重視し、 そのような力をゼロの力と呼んでいる。ゼロの力によって、力、スピード、反射神経に頼らずに相手に対応できる。ゼロの力は相手を無力化し、死にたいとする力である。ゼロの力が効くと、相手の意識と脳の働きがシャットダウンされることになる。その作用は三つに分類される。武術稽古の上達段階としては五つの段階が挙げられる。 強じの力を用いずに相手を無力化して対処する、ステップである。ありがとうございます。